はい、三脚のね、足のゴムを引っ張ったらバッと取れたんで、取って、これ、キャスターね。これがちょうど3つだけにあったんで、なんかのキャスター。これをここにつけたいんですよね。こうね。ただこの感じだとさ、なんか、ポテッて取れるんですよ、接着剤なんかじゃ。だから今回使うのはこちら。ババン。多分30分ぐらいで固まるであろう、エポキシパテを練って、こうやってつけて、山盛りにしていきます。で、3箇所ともつけるんだけど、これ使うとき手袋した方がいいらしくて、ベトベトになるから。だから手袋するとスマホの録画画面を押せないから、今ね、この感じで、あとはつけたらまた動画撮ります。はい、ということでね、完成しましたね。よいしょ。はい、パテでちゃんと、ちょっとまだ汚いんだけど、後でここら辺をきれいにして、ここね、黒で塗装するのもありかなと思ってます。タイヤついてます。で、こっちの足にもタイヤついてます。はい。でね、三脚だからもちろん足3本あるんだけど、1本のこの足にもね、タイヤつけたんだけど、360度回るタイヤを3箇所につけると、ちゃんと進まないことが発覚しまして、つけた後に気づいたんだけど、1本は、このね、ラジコン。はい。これね、フリマで300円で買ってるんですよ。まあ、ちょっとね、アンテナ切れてんだけど、で、ここね、また今度これね、黒買ってきて黒で止めたいと思うんだけど、とりあえずね、こう仮で止めてます。マジックバンドで。で、多分、ちょっと試したりもしたんだけど、いけると思います。で、これが、あれですね、DJI オズモポケットを、三脚穴をつけて、はい、やってます。なので、ちょっとこれ電源入れますね。ちょっと。そうするとあっち向きになっちゃうんで、1,2,3ってやると自撮りモードになるんで、こんな感じでこっち向きましたと。はい、OK かな。映ってるかな。こんな感じですね。うん。で、あとは本体のコントローラーを入れ、あ、違う。コントローラーじゃない、なんだっけ。スイッチか。スイッチを入れて、こんな感じかな。スイッチの場所がわかんない。スイッチの場所が分かんなくなりました。ん？スイッチの場所どこだっけ。スイッチの場所、本当にフリマで300円で買ったんですよ。本場のビバモール本場のフリーマーケットで300円で買ってて、ちなみにこの三脚はハードオフで330円で買ってるんで、あとは家にあったやつなんで、まあ、660円で電動ドリーっていうのがあるんですけど、こういうなんか三脚にタイヤつけて電動で動かすやつ、それって直線方向しかいけないわけよ。でタイヤの角度変えて回ったりとかもできるんだけど、それぐらいしかできないのに電動でこのサイズになるともう20万近くしますからね。はい、ちゃんとしたメーカーのやつは。なんで僕は660円でそれを作ってしまったというね、はい、ミラクルを巻き起こしております。ちょっと待ってね。このね、スイッチがね、そこのこの裏ぐらい、真ん中ら辺に、そこの真ん中にあるから、めっちゃね、つけづらい。まあ、あんまり高いやつじゃないからね。で、このスイッチを、オンにします。で、これいいんだよね。これコントローラーですね。で、一応こっちのカメラも、電源、オンにして、どんな感じになるかやってみましょう。よいしょ、こんな感じかな。はい、ただね、アンテナがあれだからね、いきます。コントローラー、あれちょっと遠いかな。うん、あ、待って、オフになってた。よし、いくよ。片手でむずいんだけど、いくよ。あれ進まないぞ。ちょっと待って、これね、トイザラスのラジコンだった。で、今ね、動くようになったんで、ちょっともう一回これオンにして、よいしょ。ちょっと待ってね。1,2,3でこっち向くから、で録画開始にします。よいしょ。いや、難しいんだよ、ラジコンの洗車って。両方一気にいくよ。
こんな感じで、これの今撮れたじゃん、多分今一瞬映像撮れたと思うんだけど、これで気をつけなきゃいけないのはバックできないです。バックすると三脚の性質上足が閉じちゃうんですよね。だからバックするときはもしくはもう一旦これで、まあ、ここでバックは難しいか、そう一回戦車を持ち上げなきゃいけないんで両手使わなきゃいけないんですけど、だからね、ちょっともう一回やってみようか。じゃあ行きますよ、行くよ、ゴー。こんな感じ。カーブも一応できます。で、まっすぐ、こんな感じ。はい、どうですか。一応カーブもできたでしょ。だいたいもっと広いところでやればもっとうまくいくんだけど、まあ、こんな感じで。じゃあね、最後にこれで撮った映像をご覧ください。両方一気に行くよ、こんな感じ。このね、三脚ね、まあこのラジコンとコントローラーはあるけど、この三脚だけだと折りたたむとこんな感じで、はい、こんな感じ。結構コンパクトなんで、一応チャリでも使えるかなと思います。ちょっとね、重いけどね。三脚ある程度しっかりしたのじゃないとね、しっかりすぎると今度はラジコンが動かなくなる問題があるからね。まあ足こんな感じで、はい、何回か今走らせたけど全然傷んでないですね。はい、オッケー。